はい、3月10日、もう暑いね、今日ジョギング朝15度、いやー、なんか、で、朝起きて、6時前から走ろうかなと思ったら、雨でね、あらーと思って、そしたら、まあ、天気予報見たら30分後ぐらいに止むということだったんで、6時半ぐらい、いつもより30分遅くぐらいからこう、走りに行ったらちょうど雨上がりでね、もう朝でね、でも寒くもなく手袋も入れなくて寂しいなと思いながら走ってたんですが、雨上がりもまたね、気持ちいいなと思いながら、はい、うだうだ走ってたんですけど、最近さ、まあ僕なりにね、いろいろYouTube 上げて思うんですけど、曲名でね、上げてて、ちょっとなんか、何曲名じゃなく上げもない、神様に感謝してやるって曲を流した時に、なんか思ったよりも再生回数が多かったんで、それは神様に感謝した夜という言葉が、なんていうんですか、宗教的にもなんかあれこれ何やろうと思って見てくれた人が多いのかなと思って、それ以来ね、曲の歌詞の一部をタイトルに出してってるんですけど、やっぱりこれ関係ないなっていうか、神様に感謝した夜は私それ結構聞いてますっていう書き方の連絡もいただいて、寝る前にいつも聞いてますっていう人とか、いや CD になってないんでよう聞いてますけど、単純に回ってたんかなっていうのもあったりで、なんや言うてよくライブとかで聞かれる歌の方が確実にいつも回る歌って、街角に落ちたラブソングと明日はいい日ですかは大体回るんですよね。それはやっぱり聞いてくれる人が多いんですかね。なのでね、4回前かに前を明日いい日ですを流してやっぱり回ってるし、その前の街角も多分ちょっと回ってるんですよね。もうずっとその2曲しとこうで、でまあ前回が満月だったんですけど、思ったら回ってなくて、その前のね、トカレフが全く回らないですよね。やっぱり人殺してるとか核爆弾とか聞こえへんのか、ただ単にこの歌が人気ないんか、いや面白いですよ。なんかハッシュタグはつけた方がええんか、なんかね、ふと流れ着いた人が聞いてくれるようなことがあったらええなと思うんで、今日はじゃあ単純に雨上がりで気持ちよかったんで、雨上がりの曲を流そうかなと思うんで、宮迫さんファンとか見て聞いてくれんのかなやってみようかねまあ、そういうことで、ライブね、4月2日大阪でまたやりますんで、ぜひまたリクエストくださいね。はい、歌おうかなと思っておりますので、あと、5月4日と5日も決まってますので、はい、どっかでまた、見に来ていただけたらと思います。はい、今現在また減るかもしれないんですけど、3月10日の今昼間現在でチャンネル登録者数が779人なんで、せめてこれがね780人に行くように。ただ減るのよね、ポロンポロンって。多分最近TKO ファンがちょっと入ってみて、あ、おもんないってすぐ切っていくんかなと思うんですけど、まあ、ぜひ、あと3月中にやるって言った企画がね、日にちがあるんか、はい、ということで、とりあえず、4月2日にまた歌いに行きますんで、ぜひ、はい、どっかでライブ来てくださいね。はい、雨上がり今日朝気持ちよかったです。雨が上がってとても綺麗な虹がかかってる、紫陽花色染み込ませた雨の雫がお前の髪を七色に染めてゆく、水たまりに浮かんだ夏空を飛び越えて七色に光る髪が空に振りまく香りはいつか知らない空へ、僕の中
かかる虹にいつの間にか見とれてる僕に